褒められちゃった、こんちゃん、ね、すごい子だと思う育て上げました、母の父をそうだえ、ね、こんちゃん、ちょっと最後の方さうんうんうんねこんにちは、こんにちは、このさん、おはよう。どこでも好きなところ座ってね。でもね、このちゃんに会えるの楽しみにしてたよ。やったねえ、そうそうそう多分前ちゃんと会ったの赤ちゃんの時とか、それぐらいじゃないかな。それ以降みんな大人で集合だから高校でなったよとか聞いてたけどさ、ねねえ、ね、じゃあ目覚めてくださいこのちゃん今日は、ね、ちょっと朝ゆっくりだったの。そう、早く目覚めちゃったの。早く目覚めちゃったんだ。寝るのはまあ6時間ぐらい寝たんだけど、5時ぐらいに目が覚めちゃって。あ、本当。寝ていいよって言うんだけど、眠い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 みたいな今日はですね、私の学生時代のお友達のみゆきさんが料理教室を始めたので、ちょっと遊びに来ました遊びに来ましたすいません、なんかぼーっとしとってて今日は2月の買い物ワンプレートレッスンにご参加いただきましてありがとうございます。講師の樋口みゆきです。よろしくお願いします。はい、買い物ワンプレートっていうのは、うん、まあ、和っていうのが漢字の和なんだけど、うん、和食とあとはローフード、うん、野菜とかが中心のプレートになっていて、うん、基本のね、常備調味料とか、うん、あとはあの使い回しがね、効くよっていうメニューをいくつかちょっと今日は一緒に作れたらなと思ってて、うん、ある程度も今日下ごしらえはしてあるので、うん、ちょっとね、事前アンケートをね、送ってもらって急遽というかお願いね、あのしたんだけど、で、そう、料理をするときに気をつけてることっていうので、あの焦がさない、変化のリスクとか気づけちゃうなっていうのは聞いたから、うん、そうですね、なんか、すごい意識が高いなと思って。いやいやいや、なんかそう、焦がさないのって、なんかお肉とかね、特にやっぱり焦がすとっていうのは、うん、私も気をつけてて、うん、まあでも焦げ目があった方がね、美味しかったりするけど、うん、まあまあガリガリにならないようにっていうところで、うん、あと、うん、砂糖と油を減らすっていうのも、うん、ワンプレートでちょっと叶えられるんじゃないかなと思ってて、うんうん、今日の、ね、レシピが参考になるといいなと思うので、うん、嬉しい。そうで、あの下ごしらえをね、ある程度今してる状態でまだ仕上がってないので、うん、ちょっと手伝ってもらいながらとか、うん、あのやってもらおうかなと思ってます。はーい、はーい。あとは味をつけていくだけなので、うん、そう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 、炊き方法もね、なんかこれおせちにも活用してもらえるから、うん、なんかこう12ヶ月コンプリートしてもらうと、うん、結構なんかもうそれでおせちが作れちゃうっていう風にも、で、次が人参のあんかけスムージーが、ガーって音出して大丈夫かな。うん、音は大丈夫。音は大丈夫、うんうん、で、バイタミックスは、あの、なんだろう、ここのモーターがね、うん、あれと一緒なんだって、洗濯機と。だから馬力があるから、うん、普通のミキサーよりも攪拌力がすごく強くて、うんうん、あの滑らかさとか、そうだね、そう違うのよ、ね、もうあの使ってる人を見てて、あ、いいなとは思ってたんだけど、うん、ちょっと私ももう思い切って行ってみようって感じで、うん、そうで、このこれじゃ眠いですか。リラックスしてる ねリラックスしてくれてるならすごい嬉しいけど見て、ここチッとしてみて、下に押すんだっけ、うん、カチッと丸い方に、カチッカチッてやるだけ、そうそうそう、よし、そうそうそう、じゃんけん、あ最初はグーじゃんけんぽい、勝った、負けた、やらさせていただきますってポロちゃん、ポロちゃん、ポロちゃん勝ったんだよ今やっていいですか。いいですよ、横で音聞いとく、いいですよ、行くよお母さん、ほ、あれ上がっとる、つやつや、つやつや、食べたくなるね。
ね、このちゃん。ねえ、このちゃんが応援してくれたからだね。ねえ、このちゃんさ、それさ、お鍋さ、開けたいから、おうおう、器にさ、そうだね、このちゃん乗せてくれる、うん、ここに入れればいい、ここに入れればいい、うん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 、お母さんと一緒にじゃあやってもらおうかな、うん、うん、そこ狭いね、ちょっとごめん、それさ、溶けるわ、うん、うん、まあね、素敵なね、写真ね、だってこの間赤い着物着てたじゃん、ねえ、ここちょっと狭いけど大丈夫、できそう、ありや、大丈夫、うん、かわいいだよね、かわいい、すごいね、やっぱり好きなもの見つけるね、すごいね、お兄さんできたら食べてくれる気になるのよくわかるんだけど、ね、そうだね、今日ご飯作りに来ました、全部仕切って、あとちょっと水を、ちょっと水かな、こんな感じ下手すぎる、いやいやいや、チーはこんなに切る、いやいやいや多分ね、茹で時間のねあれかもしれない、なんかわたきはいいんだけどさで、もう今日皮ごといっちゃいます、うん、ねえ、行ってみるか、私持ってるよ、これぎゅうぎゅうしてみる、これすいません、地蔵になってくれ大丈夫です、今日は、はい、いや、あの気持ちは感じております、うん、私、はい、そう、なんかここまでね来てくれるからね、あ、だってあの気になってくれてるんだなと思って、うん、あ、豆乳マヨネーズで、もう作り置きしたやつ、うん、で、マヨネーズこう苦手な人が時々いるんだけど、うん、あの苦手な人でもね、これはすごく食べやすくて、そうそうそう、また後で混ぜていこうと思います、うん、お野菜ポン酢を作っていきたいと思います、はい、倍量作って、うん、ちょっとお家にプレゼント、あ、嬉しい、持って帰ってもらったの、やったー、すごいでしょ、お野菜いっぱい、人参、大根、玉ねぎです、玉ねぎもすったっけ、みじん切り、そうそう、みじん切りと玉ねぎはすったので両方です、わー、すごい、そうそうそう、褒められちゃった、こんちゃん、ねえ、すごい顔だと思います、すごい顔だと思います、すごい顔だと思います、腕、腕、腕、私の腕がいい、私の腕がいいからね育て上げました、母たちをなんかさ、日々さ、母は修行ですよ、修行ですよ、修行ですよ、本当に修行ですよ、みりんだよね、みりん、そう、みりんね、入れますよ、はい、はい、うん、いやー、しませました、よし、いいよ、お、ありがとう、よし、そう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 、そう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 、いいねー、いいね、うん、ありがとう、ありがとう、そう、あとね、これ、ここにある芽キャベツとしめじは後で、うん、あのスープに入れていこうと思って、へー、あのトッピングでね、うん、今からこれちょっと焼いていこうと思います、あ、焼くんだ、そう、焼くとさ、美味しいんです、うん、これが、うん、おちゃんいっぱい出てくるでしょう、ねえあとどんだけあるんですかねもうそろそろ、もうそろそろ、あとね、3品ぐらいで終わります、すごい、あと3品あのご飯とお肉とデザート、うんうん、美活って書いてあるよ、美活、お砂糖を使わないので、やったー、そうなんです、おやつでも砂糖なし、そう、おやつでも砂糖なし、嬉しい嬉しい、うん、しっかり叩いてもらうと、うん、うん、いいね、いいね、いいね、こんちゃんこれやったからさ、あとうちの2枚さ、お母さんとやろうか、やってみて、うん、やってみて、よし、免疫切るよ、そうだ、お、いいね、うん、以上以上頑張った頑張った、うん、やってもらうと測らなくていいので、これがもうこの分量になっている、うん、豆腐の次に入りますのが、はいはい、皆さん皮むきお願いしてもよろしいでしょうか、あー、バナナ、バナナ、する？私やろうかじゃん。コピーでもいい？うん、コピーでもいいよ。そうそうそう。迷うね。かわいい。かわいい。
私は本当に押していいのかってかわいすぎるかわいいってもんちゃん、ね、もんちゃん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 ね、出るよ、あ、手で出るんだね。わーい、ブースでーす。ちょっと冷やします。よいしょ、おー反応してる。美味しそうだよ ね、 ね、見てると面白いよね、このトロトロ見てるよ ね、 ね、くるとすごい生えやすくなる、はい、うん、でパンケーキの茶色とブルーベリーとか、うん、なんかそういう風にちょっとやっぱり色のバランスがあるから、うん、プレートの上に置く時もなんか緑の隣に赤いものを乗せたりとか、うん、あとはそのゴミ5色って言って、うん、まあ、5つの色、うん、赤、緑、白、黒、うん、黄色かな、うん、とあとは甘い、酸っぱい、辛い、塩味とか、うん、苦味とかっていうのがプレートの上に乗ってると、うん、バランスがいいよね、うんうん、一つのね、あの、うん、おすすめポイントになってます。はい、はい、うん、じゃあこの辺、うん、こっち側にご飯乗せようかなとか、うん、はい、どこがいい、うん、好きなのこれ、どこにするの、このちゃん、いいね、おー、出た、いいね、俺、なんかできちゃったね、ちゃん、できたよ、できたよ、次、お父さん行く、お父さん行きます。じゃあ、お父さん、お願いします。あ、このちゃん、見守ってください。お父さん、ひっくり返すだけなんで、ね、うん、ひっくり返して、でもキュッて押した方がいいかな、ほんとさっきのコロンちゃんのコロンって言っちゃったもん。またキュッて押すね、キュッてね、うん、もう押すのか、うん、うん、おー、なったなったなった、いいね、いいね、いいね、食べたいね知ってる、知ってる、よかった、おいしいね、コロンちゃん、よかった、コロンちゃん、うん、やったやった、よかった食べてる、食べてる、ね、嬉しいよ、ちょっと私も盛り付けして、うん、赤湯のワンプレートとは何ですかっていうのを食べながら聞いてもらえば、うん、ね、あの、よくて、まあ、心身を浄化する食事ですよっていうことを一つ提案していて、うん、まあ、ローフードと、まあ、生の食材、お野菜だったり、和食がメインの食事で、あと季節のお野菜と果物がたっぷり、うん、とても デトックス効果が高い内容になっています、うん、で、食べるっていう行為がもうそもそも食材のパワーをいただくっていうことでもあるので、うん、あの、何が自分にとって必要なのかな、また何が必要ではないのかなっていう体の声を聞いて食べられるようになります。増えていくかなと思ってどうしてもごぼうが美味しいみたいです、ね、はい、よかったです、楽しいです、味わっております、なんか何よりだよね、本当にこのちゃんの食べてる様子が、うん、だって完食だよね、もうちょっと、うん、コク、ね、美味しい、美味しいいいわ、まんべんなくいろんな食材が取れて、よかったわ、そう言ってもらえて、あっという間に30品目取れそうだね、おかげさまで、おかげさまで、デトックス高いんで、ちょっと翌日のトイレがね、うん、こう、お通じがね、しっかり来る感じで、食物繊維とかね、そう、ここね、ほんとすごい大事にしたいのが、みんな笑顔にっていうところで、うん、本当に食事作りしていると、うん、すごい結構苦痛になったり、うん、もうやらねばみたいな感じになったりするんだけど、うん、まあ、煮るだけだよ、混ぜるだけだよ、乗せるだけだよっていう要素が、まあ、あの、結構大きいからね、なんかこう生活の中に取り入れてもらえると、うん、もう頑張らなくても良くなる。ありがとうございます、ありがとうございます、私は本当に今日この姿が見れて食べる安心ですよ、もう、うんうん、ちゃんと持ってるしね、相当美味しかったね、え、可愛すぎるよねと思って、うん、美味しかったねいいね、このちゃんね、あの、本当に伝わっとるよ、このちゃん、癒されておりますよ、私ちょっと今読めましたね、私ねえ、
ちょっと見つめすぎたらいかんですね。余ったココナッツオイルがあるんだよね。うん、どうしようかと思ってたら使えるね。うん、ね、使って使って。あれだったら、あの焼き、焼き、あのキャベツ、芽キャベツ、ああと、あの誰とこにスープに入れるの？スープに入れる。そうだ。そうだ。焼いてたのに、クリーム入れっぱなしになってる。そう、あとね、これここにある芽キャベツとしめじは後で、うん、あのスープに入れていこうと思って。へえ。あのトッピングでね、うん、今からこれちょっと焼いていこうと思います。あ、焼くんだ。そう、焼くとさ、美味しいんです。うん、ごめん、このじゃあちょっと最後の方さ1時半になっちゃったから急いでやってたらさ今さ焼き入れて思い出した今あれあれさっき焼いてチーンってなったよねすごい見てくれそうじゃんごめんやっぱお母さんの友達だよねって顔してちょっと後で確認しときます焼いたのを入れる、ここに浮かべて浮かべてちっちゃいキャベツだねっていうのを入れたかったんだけど頑張れって言ったドンマイドンマイもらいましたナイスナイスフォローしょうがないよ ね食べちゃったもん ねごめんいいね私にはデザートがあるこれに懲りずまた来ますまたフォローしてください楽しみが増えましたこのハキッチンですなねえやれますね、うん、またねねえこのハプレートーじゃあ私今度食べに行くわそしたらこのハプレートお待ちしておりますお願いしますえ大人の事情だよねそれ私の意思は反映されてないよねそこにほい。やってるから。そうそうそう。